マイケルもマドンナももう都市伝説の塊のような人ですからね。そうね、この二人は同じ年なんですよ。1958年生まれ、はい、花のゴッパチって僕呼んでるんですけども、マイケル、マドンナ、プリンスっていうこのアメリカの同い年なんです。58年組。58年組なんですよね。すごいね。ダンスやってる方、世界中にたくさんいますけども、そのダンサーのもう最高の目標がマドンナのツアーで踊るか、はい、もしくはマイケル・ジャクソンのツアーで踊るかというのが最高の目標と。っていうのもマイケルかマドンナの後ろで踊れれば伝説になれる。で、去年マドンナのツアーに参加するオーディションを受けないかと、その、まあ、先に名前言いますと森健人君っていう24歳の日本人の名古屋出身の方なんですけど、はい、あ、この人、この健人森君です、はい、すごい。で、この彼がダンスで一旗あげたい、そしてマイケル・ジャクソンのツアーで踊りたいっていう夢がありまして、アメリカに渡ります、はい、そしたら去年マドンナのツアーに参加するオーディションを受けないかと、その森健人君が誘われるわけですよ、はい、マイケルを一番尊敬してるんですよ、彼は。だけどマドンナも夢だということで、そのオーディションを受けたところ、なんと受かりまして、これ日本人の誇りなんですけども、もうマドンナのツアーに去年参加し、そしてマドンナとの、あの契約を今年の1月ですに延長しまして、はい、それはすごい名誉なことなんですけど、そうしたら3月ロンドンのツアーをやります、 This is it っていうことでマイケル・ジャクソンが電撃的に発表しました、はい、それで4月の、中盤に、うん、マイケル・ジャクソンのその This is it ツアーのため の、 そのオーディションがあるということで、でもオーディションありますよって言ったら何万人も来てしまいますから、550人の世界のトップダンサーにメール、ね、インフォメーションが、しか来れないんですよ、はい、で森くんにも来てしまったんです、はい、森くんはマドンナのツアーがもう入ってますよ、はい、あ、夢やった。だけどマイケル・ジャクソンの夢、それもマイケルが最後のライブって言ってる、はい、それで森くんはダメ元で受けに行くんですよ、はい、で審査員はマイケル・ジャクソンも入ってるんです、はい、なんですけど、はい、え、マジで。ケニー・オルテガさんってもうこれも世界的に有名な音楽監督、舞台監督がいまして、その人がずっと見てる、はい、で550人の人が順番に踊っていく、もうみんな必死ですよ、はいはい、それでケニー・オルテガさんっていう監督は森君に後に語ったことによると、はい、マイケル・ジャクソン登場しまして、うん、元気な頃の、うん、で踊りを見て、うん、I think he's funky, I like it って言って、森君をケニー・オルテガに対して指さして、あいつが一番ファンキーだって言って、彼をまず一番先に受からせようということをマイケル・ジャクソンがその監督に言ったらしいです。1位指名、1位指名、トラック1位、これは。それで森君はもう衝撃を受けるわけです、はい、自分が好きだったマイケル・ジャクソン、そしてマドンナ、両方に選ばれてしまったわけです。それでエージェントにも言って、違約金もいくらでも払いますし、僕はマドンナさんも好きですけど、マイケルを好きでダンス始めたんです、はい、だからマドンナの方に言いに行ったら、マドンナが絶対あかんと、私のショーにはあなたが必要やと思ったから、あなた私と契約したでしょと、コントラクトっていうのはそういうもんなんだって、はいはい、でマイケル・ジャクソンがマドンナに電話をするんですよ、はい、直接、僕のショーで剣と森を使いたんやけど、マイケルは頼んだんですけど、マドンナは、いやマイケル、それが契約なのよって言って、うん、でそれで断ったと。で森君は泣く、うん、もう夢が叶いって両方ですよ、はい、どうしようってなったけど、もう夢はもう終わってしまったんですよね、はい、それでマイケル・ジャクソンは別なダンサーを選んだと、はい、そしたらマイケル・ジャクソンが6月25日に亡くなってしまった、はい、で O2 アリーナ、マドンナが7月4日に、EU でツアーを再開しましたっていう時に、マドンナが1分半のマイケル・ジャクソンコーナーを作ってあげるんです。ありました、ありました、そうなんです。それは日本のワイドショーでもたくさんやったんですけど、マイケル・ジャクソンのそっくりさんが踊りましたっていう言い方しかしてなかったんです、最初。だけどこれは日本人の森健人君なんです。その時にマドンナ後ろで踊ってイエイって言うてますけども、あなたがマイケルの魂と一緒に踊りなさいって言って、マドンナはマイケルコーナーを作ってあげるんです。いや、すごい話。ありがとうございました。